始まりました、勝弁シネマクラブ。この番組の MC を務めます月永理恵と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日は子どもたちをよろしくの住田康史監督にお越しいただきまして、この今ポスターである子どもたちをよろしくについてたっぷり語っていただこうと思います。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まずはちょっと本当にとても力強い、見終わった後にちょっといろいろな思いをこう反芻したくなる映画だったんですけれども、まずはこの映画のちょっと企画 の、 発端から教えていただきたいんですが、はい、そもそもここにも名前が出ていますが、企画はその寺脇健さんと前川喜平さんの企画から始まったということなんですか？うん、寺脇さんの方から。寺脇さんは文科省を辞められてから大学で教えていたり、あと映画評論とかやってますよね。はい、それで僕の師匠であります沢井慎一郎監督とも昔からご縁されていて、それで寺脇さん今回作品がプロデュースの3作目なんですね。第1作目が、戦争と一人の女、はい、2作目がバッドオンリーラブと。でちょうどそのバッドオンリーラブの頃に、寺脇さんに一芸で教えてるんですね、大学に。それで沢井さんも僕もよくお邪魔して、お手伝いをしてるんですけども、はい、その時に、沢井さんの方から、今度やるんだったら寺脇住谷に取らせてやってくれよみたいな話があったという裏話というか、ね、そういう話があったみたいですね。僕は直接知らなかったんですけど、それでそうこうしてる間に寺脇さんの方からこういうちょっと話やりたいんだけどもやってくれるかみたいな話があって、それでお話を聞いたら面白そうだったので、ぜひいらしてくださいという話になったということですね。そうですね。最初 の、 その企画としては、やっぱり寺脇さんとその前川さんという名前からしても、やはり子どものこう教育というか、子どもについての何か映画なのかなっていうのは、こう最初からイメージが、大体最初の企画のお話というのはどういうものだったんですか？企画はもう前川さんは後から入ってきた感じなんですね。だから寺脇さんから聞いたのは、この映画見てもらえば分かると思うですけども、デリヘル城の、デリヘルを運んでいるドライバーの息子がいて、その息子がいじめられて自殺してしまうと。そのいじめの張本人は実はお姉ちゃんが、デリヘル城だったという話がどうだっていう話があったわけですよ、私に。それでそれを想像するには面白い話になるかなと思って、そこからこの子どもの自殺の問題とかいじめの問題とかいろんなものはずっと結構新聞見てもね、ネット上も騒がせますし、そういうのってやっぱりリポルタージュの本にもなってるじゃないですか。だからそういうの読むのも前から好きだったんで、それで僕にいらしてくださいってことになって、そこから3ヶ月ぐらいですかね、図書館行ったり新聞ね、昔の遡ったり、あと本を読んだりして、それで本を書き始めたって感じですかね。脚本は監督がお一人？そう。ロー、ロージェットだったんで、脚本家の方もね、そんなに別に、選べなかったし、だから自分で、僕がやりたかったんで、自分で書いちゃった方が早いかなと思って、自分でやった。あとあとちょっと寺脇さんの関係で脚本を見てもらった方々って何人かいらっしゃるんですけど、基本的には自分で書いてるんですかね。その見てもらったというのはやはり事実関係というか、こういう描写はどうかとか、そういうことで、つまりね、寺脇さんと2人でやってたから、やっぱ脚本っていうのはやっぱプロデューサーとライターシナリオライターと監督と、3人ぐらいでやるのが普通なんですね。だからプロデューサーと俺だけでやってるって言うと、やっぱ客観性がなくなってきちゃうんで、自分もすごい不安だったので、果たしてこれはシナリオとしてどうなのかっていうのがあったんで、それで CI の人に読んでもらったりしたのかな。今回、寺脇さんは本当にその先ほどもおっしゃったように映画の、評論ももちろんずっと書かれてますし、プロデュースもされているので、なるほどという感じなんですけど、やっぱりちょっと前川さんのお名前に最初少し驚いたんですけれども、前川さんはこの映画に対してはどういう関わり方という
まあ、出来上がった後にですね、まあ、撮影が終わって編集が終わった後に寺脇さんの方から前川さんぜひねこの企画に賛同してくれるんだったら、まあ、あの企画者の名前連ねていただいて一緒に宣伝活動をしていこうということで、あの前川さんも非常にあの映画見てもらった後にね、あのすごい、まあ、喜ぶっていうか企画に賛同してくれて、やっぱ子どもたちの置かれてるね今の日本の状況っていうのがおかしいって常々前川さんもおっしゃってるので、それにはやっぱり、まあ、たまたまじゃないけど、別にその教育的観点っていうのはあんまり考えなかったです僕は。別に寺脇さんとかだって別に考えないで、その話がさっき言った説明した話が面白いからやったっていうことが大きかったんですかね。いやもちろんね、あの実際に川口市の方であのおじいちゃんとおばあちゃんが小学生っていうか行方不明児なんだけども、それに殺されてしまうっていう事件があったんだけども、そういう話にもすごい今裁判中だと思うんだけども、そのお話とか本も出てたりするそういうことに興味があったんで、寺脇さんにはこういう話やりたいんですよなんつって自分でプロット書いてね持ってったりしてたんですよ。そしたら寺脇さんがいやこれちょっとななんて話もあったんですね。だからそういった意味では私住田がねそういうことに興味があるんじゃないかってことは寺脇さんはなんとなく分かってたと思うんですかね、はい、なるほど。でもじゃあ最初のこうきっかけとしては本当になんていうかこう子どもたちの今の現状を伝えるとか、はい、まあ、教育問題に関してあのテーマの映画を作ろうっていうことよりもとにかくそのもうこの子たち の, あのお話っていうのがもうあったっていうことです、ね。もともと僕だって育ちが危ないでかとかセントラルアーツ系なんで東映系なんで、あの別にその教育映画とかっていうのもあまりそんなにね、だからまあ、話としてはやっぱりネタバレしちゃうんですけども、この子供たちがいじめられてっていうか窮地に追い込まれて危ないでかで言うならば最後太一さんと恭平さんがね力を合わせて戦って逆転してカタルシスを生まれるってことなんだけども、そのやっぱり脚本作りっていうのは同じなんで、このやっぱ3人がいかにこういじめられたり窮地に追い込まれたりすることによってっていう話はやっぱその物語の作り方ってほぼ変わらないんで、まあ、今回たまたまね最後ね自殺しちゃったりする部分があるんですけども、大きくはそんなに、うん、と思います、はい、で最後に例えば彼がね彼を救うので、うん、稔が陽一を救うのであればそれはまた違う映画になっちゃうけども、それが果たして面白いかっていうと面白いとは思わないんで、だから最初に寺脇さんのと僕の共通概念としてはやっぱ中学生がいじめられて死ぬ自殺するっていうことをやろうっていうことなんで、そこは揺るぎなかったし、逆に例えば制作委員会とか大手の、ね、映画会社だったらなんで子供殺しちゃうんですかみたいなことになったと思うんだけど、そこはもう揺るぎなくやろうよっていうことだったんで、そこは一直線に進んでいったかなって感じですかね。そうなんですね。やっぱりこう見ていてなんて言うんでしょう、まあ、住田監督もおっしゃいましたけど、やっぱり最後はこう稔が何かこう、まあ、陽一を救うなり、うん、こう どこにこう希望のあるラストに行くのかなってちょっと思いながら見ていて、はい、あでも本当にこのまま終わってしまうんだっていうのが結構衝撃的だったんですけれども、はい、もうそこはでももう全く本当にもうこのまま行くぞっていう、はい、だから脚本書いてそれで僕も不安だったんで知り合いの監督とかにも読んでもらったんだけど、救いのない話だねなんて言われたことも何度かあって、まあそれはそれで例えば動物園に行くシーンでね、あそこでなんか明るい望みがあるのかなとかさ、あと最後ねあの稔が陽一を救えんのかなとか、この前ラジオで大竹誠さんの、うん、ゴールデン文化放送のやつがあったんですけども、大竹さんが前川さんと寺脇さん前にねラストの話をしていて涙ぐんでたんですよ、後ろでこうなんかおえつが聞こえて大竹誠さんの、あそれであこれ結構あの良かったのかな、作って良かったんだなっていうね、まあそういう一部はねちょっとなんかあの、うん、成功したんじゃないかななんてね自分でなんか自分の中で、まあ、小さく喝采を上げたというかですね、そういう思いがありましたね。だから逆に
大竹さんもおっしゃってましたけど、あそこで救えなかったんだやっぱりっていうのが、あの見た方にとっては深くここに心に残る、だからこそ子どもたちをよろしくっていうメッセージにつながるっていうね、あのネタバレなんですけども、まあ、それでいいと思うので、そこを言わなかったらこの映画の価値ではないと思うので、そうですよね、だからそういった意味ではラストも相方になって救えなくて、あんだけミノルが陽一をこう抱きしめてる顔のシーンを長くしたのも僕はわざと編集でそうしましたし、だから見てる人たちにこういう子をやっぱなんで救えなかったんだろう、うん、っていうね、あの心にこう映像として映画として深く刻み込んでもらえるように少し、まあ、努力したっていうか、そうさせていただいた、まあその辺寺脇さんは全部分かってくれたんで、何にも住田ももう少し短くしろよとか、ここはこうしろよってことはほとんどなかったんで、それはすごいありがたかったし、逆にローバジェットでいろんな、例えば文科省の推薦とかも受けるっていうことも考えてたみたいなんですけど、でもこの二人がやっちゃうと何だ手前味噌だって話になっちゃうじゃないですかそうですね、でこれもその救えない話だから、果たしてそのね、あの教育者にとってどうなのかなっていう部分が問題提起はできると思うんだけども、具体的にこうしましょうっていうことはないわけだから、そこをみんなで考えていきましょうっていう映画なんで、だから最初からもう形としては確固たるものが寺脇さんと僕の中にもあったっていうことだと思いますか、はい、あの本当にもう最後の最後の最後のシーンになってしまいますけれども、はい、一番最後にやっぱりその、まあ、ミノルとそれから一緒になってこう陽一をいじめていた生徒たちでそれぞれに、はい、カメラに向かって、うん、まあ、独白というか、多分あれは、まあ、取り調べなのかっていうことですよね、はい、教育委員会か警察なのか、はい、対してこう、まあ、答えであるものはまあ嘘を言い、はい、ものはまあ真実なのかという、はい、ミノルは独白をしていきますけれども、はい、何かあそこのシーンでやっぱりそのでも子どもたちしか映しませんよね、はい、その誰が取り調べてるかっていう聞き手の顔は映さないですけれども、はい、やっぱりあそこでこう何か観客に向かってあれは子どもたちが喋ってるとも見えるのかなと思ったんですが、はい、全くその通りですね、あの客観にしちゃうとやっぱり強さがなくなっちゃうと思ったので、うん、やっぱあそこは最初からもうあのカメラ目線でやろうというふうに決めてました。それとまあはっきり言ってそのためにねセットを作るのもなんですから、うん、もう本当に壁の前であのライティングだけでやってもらったっていう感じです。だから、うん、そのまあいろいろとローバジェットなんで、うん、あの予算のことも考えながらやらなくちゃまずいので、それはあの逆にいい効果になって良かったかなというふうに思っています、ね。確かに何かこうちょっとなんて言うんでしょう、暗幕じゃないですけど、こう普通の取り調べ室とも違います、うん、そうですね、空間が予想できない感じ。そうそう、それが良かったかな。それがだから撮影部と照明部がね努力してくれてああいう形になった。ちなみに先ほどからまあローバジェットだっていうことは何回かおっしゃっていますけれども、はいはい、この絵は基本的には、まあ、何て言うんでしょう、自主映画というわけではないんでしょうけれども、割と小規模な予算で、まあ、作られたということで、何か撮影もかなり日数は少なかったと思ったんですか、うん、そうなんですね、これ今日台本持ってきたんですけども、実はこの台本ってもう劇映画でちゃんと110ページあるんですね、110ページ、うん、それでもう最初から寺脇さんの方からは予算はこれだけだっていうふうに聞いてたもんですから、それでまあラインプロデューサーの方からですね、撮影は11日間ですって最初に言われてしまったんですね。それでちょっと頭を抱えてどうしようかな、1日10ページ以上、しかもハードな撮影が多いじゃないですか、で早朝もあるわナイターもあるので、それで結構ね悩みましたよ。それでまあ予算も少なかったんで制作部もいなかったんで、僕はスケジュールを組んでるんですね。それでまあ種明かしすると役者さんの出しもあったので、村上純さんは初日に終わっちゃってるんですよ。だからあの最後ユキナとこうありますよね、お酒引っ掛けて、はい、あの巻くところとか、あれ初日なんですよ。すごいでしょ、何シーンも出てきますけど、全部あと2日目に有森さんも全部終わっちゃってるんですね。あ、うん、1日2日目で、ミノルの家は終わっちゃってるんですよ、うん、
るほど。やっぱりでもその脚本の量から言って11日っていうのはもう普通じゃちょっともう、うん、だからある著名なカメラマンの方に見てもらったんだけど、はい、これどのぐらいかかってると思いますかって言ったら2週間ぐらいですかねって、それも結構割引って言ってると思うんだけどさらに11日って言ったら驚いてましたけどね。まあそれは笑い話で、実はそのためにしなければならない努力っていうのは、僕は沢井慎一郎監督の下で映画やってたり、あと危ないデカとかもね、テレビのシリーズとかやってたんで、テレビのシリーズなんか台本を3話持ってやってるってもあるんですね。3話持ちっていうんですけど、つまり舘さんと恭平さんのスケジュールとか、浅野温子さんとか中条さんとか徹さんとかみんないるわけですよね。そうするとそのスケジュール合わせるのが2日しかありませんってなったら、3話一緒にバーンと撮っちゃうわけですよ。だから朝から晩まで港省を3本分撮っちゃうんですよ全部。ちなみにそういう時っていうのはもう、なんていうんでしょう、3話のシーンはみんなぐちゃぐちゃというか、こう1話目のこのシーンを撮ったら次2話目のこのシーン、いやそれもバラバラですよ。つまり中条さんの周りのところをバーッと押していくわけですよ、はい、だって港省って広いわけだからじゃないか、うん、でもそれはあんまり信号機にはって言ってますけどね。さすがにそれはそうすると一生懸命大変じゃないですか。そうですよ、ね、覚えてる話じゃないから。だからまず1話目の、港署を取って2話目行って3話目行くって感じだったと思うんですけどね、覚えてないけどね。だからそういうことも散々やってきたし、あと V シネでも庭持ちとかもねやってたんで、その厳しさたるやね、それは僕は分かってるし、やっぱカメラマンの鍋島さんっていう方も俺の後輩というか同じぐらいの世代なんですけども、彼もそういうのは散々やってるんで、それはもう、うん、あうんの呼吸っていうかな。あとは子役が出てくるので、これが難しいと思ったので、子役を東京の段階で、これ群馬県の桐生市で撮影してるんですけども、東京に集めて、事務所に集めて全シーンを何回も何回も やらせましたね。それはまあリハーサルというか、リハーサル、うん、だから現場で用意はいっていうと全部バーッとこう次々にみんな製品出てくるって感じで臨んだんですよ。つまり現場でああだこうでやってると終わんないと思ったんで、だからそれはだから現場では動きをこうしてこうしてってつけるだけでよかったので、セリフのタイミングとかもあっていうのは全部彼が頭の中に入ってるんで、うん、っていう子供なんで本当覚えがいいので、本当それはそういうふうにしましたね。あと現場で美濃の家と陽一の家で2つ出てくると思うんですけども、それも頭のシーンからケツまで僕が役者をやって、こう入ってきてここに座ってこうやりますよ、こういうふうに輝しますよって全部シーンやったんですね、全シーン。それを撮影部と、照明部に見てもらって、だから現場でこう どうやって撮ろうかなどうやって撮ろうかなってないわけですよ。もう最初から全部決まってるわけですよ。だからそうすると撮影部の方もプランが作りやすいし、照明部もプランが作りやすいっていうことで、それを心がけました。だから全シーンやったんじゃないかな。ロケーションに対してもこっちからこう行きますっていうことを現場で言って、そうするとキャメラもありますよ、あ監督こっちの方がいいんじゃないでしょうかって止めた時あったんだけども、それはもうロケーションだけで済まされちゃうんですよ。じゃあ本番が始まったらもう全部スムーズに、うん、スムーズに行くようにした。ただやっぱ村上純さんとか、やっぱ有森さんとか川瀬さんとかね、それなりのやっぱね、ベテランというかそういう人たちを呼んでるんで、それは多少時間かかると思ったんだけど、その辺はまあしょうがないんで、そこはちゃんとお付き合いして、ね、頭ごなしてこの辺やってくださいなんてできないわけだから、大人の俳優さんもね、バッと納得してもらって2人で話、お互いにこう共通を持ち合って、それで作っていく。だからそんな撮影が夜中まで行ったんで1回もなかったんですよ。もう、うん、子供はやっぱ出しがありますからね、中学生は何時まで、高校生何時までってありますから、それはちゃんと守ってできましたね。じゃあなかなか、ね、タイトなスケジュールだなって聞いていても思うんですけど、でももうそのための準備段階もしっかりやれば取れちゃう。いやそれは誰でもできるわけじゃないと思うんだけど俺はやっぱ沢井組でそういうことをやってたし、あとそういう連ドラとかね、助監督20年以上やってるんで、その辺はもう初日終わった段階で、こういうのって大事なのは初日に全部ペース作っちゃうんですよ。この組はこういうペースだよって作っちゃうと、そうするとスタッフも納得するんですよ。初日で延々ダラ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 やってて、ああ取り切れませんでしたって言ったら困っちゃうんですよ。やっぱ初日にある程度住田組はこういうペースでやるんだよ、こういうふうにやるんだよってことをみんなに見せつけるって言ってから、すごい失礼ですけどみんなに見てもらえば、そうするとあこうやればいいんだな、監督についていけばいいんだなっていうふうにみんななっていくんですよ。
映画ってそういうもんなんで、初日からダラ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 やって、ああ取り切れませんでした、この基地に欠番にしますとか最終日にやりますって言って、みんな疲れちゃうんですよね。だからもう多少遅くなってもガーッとやって終わったらちょっと一杯飲んで寝ようよって感じにはなってましたね。なるほど。だからそれが11日間だったらもう走っていけるんですよ。で僕もその別に現場で眠くなることもなかったし、そういった意味では毎日5時間以上もちゃんと寝てたんじゃないですかね。でそれで群馬県の桐生市って言って、うちのおじさんがね、商工会議所の会長とかやってたんで、そこである程度ね、いろんな電気を測っていただいて、旅館なんかも安く泊まったりできたんで、そういった意味では場所が移動がないんですよ。桐生市で全部撮っちゃってるから、あの風景が。だから移動って言ったってバスがあるわけじゃないからね、ほとんど範囲としては近いんだね。だから移動がないからすぐ準備できるんですよ。それまた利点ですよね。だからみんなで泊まってるから早朝シーンも、ね、撮れるし、だから早朝シーンってミノルが陽一をさ探すところだって、あれ4日解析やってるんですよ。あそこは何日かに分けてる、だってそうしないと夜が明けちゃうじゃないですか。あ、だから日が出る瞬間を狙ってるから、それは 3,4 回やんないと無理なんですよ。場所を移動してるから全部同じ場所を撮ってるわけじゃないから、じゃあ今日はこの3カット、はい、じゃあまた明後日はこの3カットってことをやってるんで、あ、じゃあ、まあ、スタッフは大変だと思いますけど、僕はそんなあれを楽しく、私もその撮影現場のことを知らないので余計今聞いてるとすごく面白いというか、でもそういうことってやっぱりもうあれですね、もう事前にやっぱりこれは3日間くらいかけて、その朝のシーンこのくらいかかるだろうとかっていうのを計算しても組み立てていくっていう、そうですね、それがやっぱり助監督っていうか演出の仕事なんで、それだ今回その人間がいないんで自分でやってたんでこれやるしかないなっていう感じですかね。だから不安でしたよ。特に陽一の家がちょっと狭かったのと、ちょっと準備がいろいろ大変だったんですけども、まあ、これ乗り切ればっていう感じで、まあ、全部乗り切っていったんでね。あそこもあれですよね、2階建て、そうそう変わったんですよ、あの家はね。みのりの家が地下に入っていくし、陽一の家に分かりますね、坂道になっていくから。で逆にみのりの方は階段を狭いんだけど2階の方、石で割っちゃうじゃないですか。そうすると、ね、もうその後取り直しっていうのはできないですか。ああそうですね、そうです、ああそういえばそうだね、あそこも2日間ぐらいやってるかな、うん、だから最後にですよね。いや、そうですね、ああそうなんですね。でも何か聞いてるとやっぱりその子役の、まあ、3人はもちろん子役の方々とその大人の俳優たちっていうので、やっぱり、まあ、なんていうんでしょう、演技のつけ方なんかも多少は分けてというか、そうですね、やっぱ彼女が大人と子供の中間点じゃないですか、20歳ぐらいの女性っていうことで、だから彼女が、鎌田さんが良くないとこの映画は良くない、うまくいかないと思ったんで、彼女に対しては厳しく注文しましたね。やっぱり何か前半はかなりこう鎌田さんがまあ引っ張っていくというか、そうですね、最後の方でこう、まあ、退場していくというか、うん、そうです、で後半はあえてミノルの目線的に描いてるから、まあ、脚本と言いながらもね、その意識、脚本の段階から意識してやりましたね。この3人はオーディションで3人とも選んで、そうです、そうです、そうです、この陽一っていうのは下北沢にありますフラッシュディスクランチ、ランチっていう中古レコード屋さんの息子なんですよ。僕音楽大好きなんで、椿さん、ああレコードが大好きなんで、そこにはもう20年ぐらい、あ、十何年行ってるかな。だから彼がちっちゃい頃から知ってるのね、このイブジオって。私も一度行ったことがあるんですけど、あ、そうですか、ああ、うん、すごく個性的なというか、うん、そう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 ですよ、ね、怖いような店長がね、あれがこれ、ね、サンゴのお父さん、そうだったんですか、うん、だから彼は小さい頃から音楽をドラムやってるんだけど、はい、日野照政のバンドとかそういうのもやってるしね、だプロのミュージシャンを目指してるんですよ、ドラム。そうなんです、ね、うん、あ、じゃあその、まあ、知り合いでということもあって今回、うん、それでね、プロのまた裏話があって、最初プロデューサーの方からね、この手のやっぱり中学生とかもういっぱい来たら大変なことになりますよって言われたんですよ。あ、オーディションがね、会場がね、いっぱいになるから100人ぐらい集まっちゃうかもしれないしね、なんて冗談に言われてたんだけど、そしたら蓋を開けてみたら全然集まんなくて
監督おかしいですねって言うんですよ。いや事務所に台本も送ったしね、なんででしょうなんて言って、まあ後から考えるとやっぱり子供が自殺するようなね、こういう、うん、暗い話にはうちの俳優は出せないみたいなことがあったんじゃないかなっていうようなね、つまりあんまりこうね綺麗な話でもないし、やっぱこういうまあ反社会的って言ったら失礼かもしれないけど、少しこうね見たくないような、そう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 、イメージが植え付けられちゃうんじゃないかなんてことで、そういうことが忖度がね何かしらあったんじゃないかなって少しは思うんですけども、それで集まんなかったんでしょうがないんで、あそういえばああ椿さんとこのサンゴあいつ目がいいななんて思ってね、それで早めに声かけたんですよ。それで誰も見つからなかったんでサンゴ君には美濃と陽一両方ともやってもらった、芝居の練習ではね。で僕は芝居なんかやったことないんでできませんよなんて言ったんだろう、何言ってんだよお前やりたいって言ったんだろう、だったらお前やれよっつってカラオケボックスに連れてってセリフを口移しで全部やってったんです。そこはもう沢井流の沢井監督流の教えを僕もちゃんと受け継いでるんで、それノウハウ植え付けてもう、うん、大丈夫だなって。演技は本当にこれが初めてです、うん、初めて。そうこうしてるうちにね、どんどん集まってきたの人間たちとかがね、みんな集まってきて、それで最後に杉田雷龍君がある人の紹介で来たんだよね。そしたらもう彼は、あこれしかねえなと思って、龍龍君は、杉田雷龍君に、陽一君は、椿三君にっていう感じになったんですかね。そこでもう、何かでも確かにこう見ていて、この稔と陽一って何て言うんでしょう、何しも顔が似てるってわけじゃないんですけど、そうみんなに言われますよ。そうですよね、うん、ちょっとこう最初のうち見分けがつかないって言うんだよね、うん、そんなこと思わないんだけど、うん、沢井さんにはそれ言われました、うん、でもそれはまあ偶然というかたまたま、いやでも人2人ともね左利きだったりするんだよね。ああこっち左で食べてるしこっち左で投げてるでしょ、でもガラスマートで笑う時も左に投げてるでしょ、うん、偶然なんですよ。で有森さんもなぜか左利きで包丁を切って面白いサウスポーが3人揃っちゃった偶然ですけどね。だからでも逆に言うとそれが映画的で良かったんじゃないかなっていうご意見もあって、そうですね、何か稔と陽一ってちょっと絡み合わせのこう存在というか、そうだからあのキャッチボールっていうか、はい、ボール投げるとこなんてあそこ一番良かったねなんていう人がいっぱいいてね、うん、嬉しいです。やっぱりいじめっ子といじめられっ子っていう存在なんですけど、何か下手したらどっちかがこう入れ替わっててもおかしくないような、そうなんですよね。そこがやっぱ肝です、うん、だからそれが怖いから彼はどうしてもああいうことに出てしまったっていうことになると思うんですけどね、うん、入れ替わってしまうというね、うん、あとお姉ちゃんにね、ユキナに、まあ、裏切られたっていうかコケにされてしまったみたいな、うん、ユキナという、まあ、女性の存在というのが先ほどもおっしゃったようにやっぱり、まあ、子供であるとも言えないけれども大人とも言い難いような若い存在ですけれども、うん、彼女のまあ役どころもかなり難しかったと思うんですが、そうですね、そうですね、よく分かってくれましたね。よく質問されるんですけども、はい、手紙を置いて逃げちゃうじゃないですか、はい、お父さんと一緒に。あの辺はどう、僕から質問聞きたいんですけどもどう思いました？正直ちょっと、まあショックと言ったら変なんですけど、うん、まあ、そういう選択をしてしまうなっていう、うんうん、やっぱりあのお父さんとの、うん、まあ、その前からちょっとそういう雰囲気は感じ取ってはいたんですけれども、うんうん、そこに行っちゃうのっていうショックはありましたね。だから最後までちょっとそこはモヤモヤするというか、なんかやっぱり弟を、まあ、とね、もうちょっと絆があると思ってたっていう、うん、でもそこは監督としては、うん、まあ男性の方はね見てもらうと全くわからないって言ったよね、はい、なんでですかってみんな手を挙げて言ってくれるんだけど、はい、女性の方は大体理解してくれる方が少し多いかな、男性よりも。まあ意図としてはやっぱり彼女はあのどうしようもない母親から抜け出さないと、このまま ずっとダラダラねやってても母親の身の前に立ってしまうっていうのは、実際にそういう事例とかって結構いっぱいあって、やっぱり DV 受けてしまう人は親がやっぱそうだったとか、うん、娘がそうだったとか結構多いですね。だからそういった意味で彼女はいつか抜け出さなくちゃ、ここから抜け出さなくちゃ、あの母親を捨てなければって思ってて飽和点になって、で裏話としては
この映画回想一切出てこないんだけども、例えば5年前にこの家に来た時って言い方してるんだけども、その時は彼女が15歳で、はい、彼が8歳だとすると、うん、初めて血のつながらない親村上純さんがやる男お父さんに会った時に、あ、かっこいいお父さん、お父さんでよかったわって思ったと思うんだよ多分ね、彼女がね。そうすると、あ、素敵なお父さんっつって、かつては動物園に行ったりいろいろ遊び行ったりっていうことを言ってますよね。だからその時に優しいお父さんだなと思ってたんだけども、お父さんも株とか投資とかね、いろんなことで失敗しちゃって、こうどんどんお金を切り崩していってしまって、もう何も残ってない、あの家しか残ってないっていう感じでは脚本もやってるんだけど、でその時にたまたまああいう事件があって、お父さんに優しくされて、やっぱお父さんのこと好きだったんだわと思って、最初にこう村淳がやってる時はあれ別に全然やってませんからね、じゃれ合いみたいなもんだというふうに思ってるんですけども、うん、実際にあれは行為には及んでませんので、だからあの後に2人はきっと結ばれて、それでお父さんはきっかけだったかだけかもしれない、でもその時は本当に好きだったかもしれない、それでまあ、ああいう手紙を置いてね逃げるっていうことなのかなと思って、 もちろん書いてるんですけども、まあ鎌崎さんも見事にそういうふうに解釈してくれたんで、なんか多分私が引っかかってしまったのは、なんて言うんでしょう、多分彼女がああいう形でこう家を出ていくっていうこと自体は、はい、むしろもう本当にそりゃそうだっていう気持ちがある一方で、やっぱり何か血がつながらないとはいえ、父親と娘が、ね、うんうん、まあ、恋人関係というか、なんかそういう関係になって出ていくっていうことへの、こう倫理的にちょっと受け入れられないっていう思いが強かったんだと思うんですけど、うん、はい、だから誰かが言ってたけど、母親に対する復讐みたいなことも少しはあったのかもしれないけどね、うん、まあ、そういうちょっと深読みすぎるのかもしれないけども、まあ、きっかけのうちの一つで、多分あのまま、二人で逃げたとしても幸せにはなってませんよねって感じですかね。そうですよね、絶対にね。なんかそういう意味でこの映画の中でこう 誰が一番というか、幸せなこう未来に進んだ人っていうのはいたんだろうかっていうのが、うん、まあ、でもそれが多分本当にリアルなというか現実を考えるとそうだと思うんですけど、だから救いがないっていうから、やっぱ彼がね、やっぱ最後に、うん、まあ、正直にね答えて、それでまあ多分市長の、ね、娘と、あと PTA 会長の息子と、あと商工会議所の息子が、もしか口封じってことを狭い都市でやったとしたら、全員それで嘘をつきますよね、うん、でも彼はそれをなんか陽一のこともありつつ、本当のことを、お姉ちゃんのこともありつつ、強く生きなよっていうことがあって、本当のことを真実を語っている、うん、そうすると多分村八分的な扱いになっちゃうんだろうね、周りからはね、うん、そうですよね、うん、そうしたらもう、でも彼は強く生きなかったと思うから、そこの土地で、まあ、とりあえず中学卒業したら、なんか職業理解者がいたとするじゃないですか。でそこも考えたんですよ。で例えばパンの職人になったとします。こねてこねてこねて、焼いて焼いて、釜の中で焼いて、熱い火の中から、そういうふうな職業に就いたとしますね。そこで、まあ、まあひっそりとじゃないんだけども、真面目にね、多分精神的には晴れやかな気持ちにはなってるとは思いますよ。きついかもしれないけどね、うん、お姉ちゃんの約束守らなくちゃってことで、お兄さん、お姉ちゃんのことが、ユキナのことが好きなんだから、多分会いたい会いたい会いたいとずっと思ってるはずなんですね。多分だからその時にある程度の年になったら、まあ、2,3 年経つのか1年か分かんないけども、お給料少しもらえるようになってね、そしたら休みの日を利用して、お姉ちゃんを探しに行くのかもしれないな、なんてところまで考えたんですけど、そういう、まあ、後日談ではないですけど、何か映画の後のことも頭の中で、監督の中ではいろいろイメージも、そうですね、そういうこともね、実際書こうとした時期もあって書いたんですけどね、うん、まああんまりうまくいかないし、あんまりこれは、うん、なんか打足になっちゃう、そういう映画ってあるじゃないですか結構だからそれ言うよ、そうかなと寺脇さんの話でね、そう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 、この前のやつもなんか、うん、韓国の映画すごかったあんまり、でもやっぱりこれは何かあそこでバシッと終わるところで、そうですよね、救い、まあ、
本当に救いがないとは言いながらも、やっぱり希望が見える、うん、彼がまっすぐこう画面を見ながらこう本当のことを言うっていうのが何か唯一の光といえば光。そうですね、そうですね、うん、あの実際でもこの特に、まあ、椿さんなんかは特にそうですけども演技がまあ初めてで、しかも子供にとってもかなりきついこう役どころだったと思うんですけれども、はいはい、そういうことに対するこの3、まあ、子役といいますかこの主役の3人の方たちからの何か、うん、なんて言うんでしょう、戸惑いだったりこういうところに悩んでるみたいな声は別になかったですね。だからその辺は、まあ、寺脇さんはさすがでみんな集めてなんか最初にお話をしてましたね。それを俺 YouTube とか撮ってんだけど、はい、まあいいこと言ってましたよ。要はその辺の覚悟を望んでこの映画に臨んでほしいと、やってほしいと、やっぱり作りたいっていう気持ちがやっぱ我々はあるんで、そこに賛同してもらってね、みんな参加してると思う、参加されてると思うから、そこは最後までね、気を抜かずにね、一生懸命頑張りましょうって話は最初にしてて、それで何だろう、最初から私も別にそんなわざとやったわけじゃないんだけど、普通この彼女がね、普通のオーディションで彼女選んでるんですけど、普通のオーディションだと A4 の紙に 2,3 枚渡されてね、それでこれやってくれって言われるのが多いんですって。大体そうです。俺も助監督の時そうだったかな。でも今回はもう台本全部渡しちゃってるのね、来てくれる人に。だからこの役はどういう役かって分かりますよね。2,3 枚じゃ分かんないですよ、自分のセリフに言うわけだから、ね、ならバックボーンが全部書いてあるっていうか、それを想像できるから、だから非常にやりやすかったっていうこと言ってて、だからそういった意味では最初からこうなんか嘘はつきたくないなって感じがしたかな。それはだから寺脇さんと俺の中で、あとプロデューサーの片島さんっていう中でそれはできてたから、準備の段階から現場でもそうだったし、俺は頭に来たらなるべくね怒んないようにしてたけども怒ったあったし、それもちゃんとこううまく乗り越えられたかな。だから嘘がないっていうか、もう11日間でスタッフも少ないしキャストもね限られてるから、もう喧嘩したらダメだと思ったからね。それは沢井さんからも言われてて、だからそれを守ったというか、だから嘘のない感じで作ってたのかなっていうのは終始に関してる感じかな。最初からもう今日そのお話にしろ監督の思うことを共有して、そう簡単に言うとそう、なかなかそういう現場ってあんまりないんですよね、みんなでこうなんか悪口言っちゃったりね、なんかそんないろんなことがね嘘言ったりね、すぐあるんですよでもそれは今回はそうっていうことでね。今撮影中に寺脇さんもその彼女、子供たち、子役の方たちとお話しされたっておっしゃってました。そう、撮影前ね。あ、撮影にもいらっしゃってたんですか。誰が。寺脇さん毎日来てました、ずっと。そこは毎日来てました、キリウリと思ってね、何日かあの方お忙しい方なんで、何日か抜けたかもしれないですけど、全部ルポルタージュみたいなの書いてましたよ。1日目、2日目、3日目みたいな。だから、ずっと見てました。そうか、記念順に、今発売中の記念順にも、はい、この特集というか、小特集が載ってましたけども、そこで言ったら、撮影中は沢井慎一郎監督も何かちょっと 見にいらしたというか、はい、最後のシーン、最後の日が、東映の東京撮影所で、市長の娘、市長候補の娘のパーティーが、あと最後ね言っていた、ラストの独白、そのシーンがあったんですね。だからそれは寺脇さんの方から沢井さんに、沢井さんの住まいは撮影所から近いって、そのシーンは撮影所でやってね、で沢井さんに来ていただこうということで、そういう、もともとそういう話だったんで、だから最終日来ていただいて撮影現場見てましたね。そこはでも特に何かこうアドバイスとかそういうことではない。いや、それはやらないでしょ。それは普通やっぱりね、いくら市長だと言っても杉田真由子の人なんていうことは絶対にそれはないですね。それは僕も後輩の現場に行った時も多分そうだと思うし、それはやっぱねないですね。まあでも、まあ沢井さんが見てくれるから一生懸命やりましたよ、一生懸命ね、っていう気はよくやる。それも別にわざとやってるわけじゃなくて、それは最初初日の大ファーストカットからその日で終わっちゃうんだけど、それとそれは通していたんで、ね、スタッフもみんな分かってくれるから別にその
って別に何もしたって。最後 の、 そのパーティーのシーンは撮影所のロビーかな。そうですね、あの、うん、あんまり言えないんですけどあのキリアの場所がありまして、そこを無理やりこうお願いして普段は重ねるらしいんですけど、そこをちょっと重ねて撮影所というと、こうやっぱり何かセットを組んでという感じだったのか。だから表向きにはセットを組んでっていう話にしたいですけどね予算も潤沢にあったんで一般セットを作りましたって話したんだけど、そうはいかないんで一角をそういうふうに、ね、作り込んで撮影したと。それであの東京でやってるんでね、はい、あのこの日だけ来てくださいって言えば集まるじゃないですか人が。だからあのエキストラの人たちはみんな寺橋さんの関係者だったり俺の関係者だったり、あとねいろんな人に来てもらって声かけて来てもらったんですね。小さな劇団の人ですよね。何かでも先ほどから聞いてるとこう、でも映画を見ている印象だと割とこういろんなシーンがあるような気がして。そうですね、すごくいろんなところに移動していろんなシーンを撮ってるように思いますけど、うん、そういうタイトなスケジュールだと実は結構こう近いところでギュッとあのタイトな、それはだから人によるんじゃないですか。だから僕はそうしただけであってそれは人に間に合うとも言えないし、まあ、キリはいい場所だと思うから、その後ね、あの何美術部とか撮影部とか行ったかもし、違う組で行ったかもしれないけど、それは別にあの僕の問題であって、それは人に共有することもできないし、でもいい場所はいっぱいありましたよ。だから僕も実は群馬県には母親の方がいるんですけども、よくキリはちっちゃい頃からねよく遊び行ってて、昔はもっとにぎやかだったんで、今ちょっとどうしてもねあの人口が減ったりあの若者がいなかったりするんで、ちょっとね寂しいようなシャッター街なんかもあったりして、それがまた逆にこう冬は寒いのでね、空っ風ってのが吹いてくるんで、その風景とうまくこの作品のテイストと合ってたんじゃないかな。だから、うん、自分でも納得するシーンはいっぱいあります。冒頭のあの渡瀬川の橋から来て向こうに山が見えて車が走っていくっていうところも好きだし、それは大竹誠さんもそうおっしゃってましたね、あの風景を持ったなって、ね、そうですね、だからつかみですよ要はね、うん、だから川に落ちる川瀬さんがねヤクザに狙われて川落ちるとかっていうのもちゃんとこだわっておったし、真冬の川だからすごい大変だったけど、近くにねあの温泉にすぐに入ってくるって、ね、そういうことができたので、あとあのやっぱミノルの家、あ、陽一の家ですね。あの家を発見できたのが一番大きかったかな、あのアパートでね。あれはもうすぐ取り壊すっていう噂もあるらしいんですけども、もともと絹織物で有名なんですよ、桐生って町はね。お蚕さんね。蚕で絹織物を作って横浜に持ってって輸出してたっていう、まあ、シルクロードってやつかな。うん、だからあの栄えたんですね、昔はね。だからあの明治時代とかね、栄えたんです。だからそういうのに残ってる。だからキングアルバー来たし、うん、撮影はしやすかったですね。確かに本当に何かあの陽一のアパートってちょっと、ね、さっきも言ったように 2階建てだし、何かポツンとそこだけ立ってるような。だからあれ見つけた時に、あの実りの方の家は実はおばさんの家なんですよ。ちょっと大きめな家なんだけども、あそこにスタッフ寝泊まりしてた、俺も泊まってたんだけど、だから助かったんだけど、だからそれはもうそれでそうしようと。でもう一個陽一の家大変だねなんて言った時に、あそこ見つかったんで、あれはもうそれでもういいやつ、あとは別に断らないんで、まあ、あとはいいでしょうって言ってね。あのやっぱりこう、まあ、子供たちの演技も素晴らしいんですけれども、あのそういう意味で川瀬さんとか村上純さん、有森由美さんとか大人たちもみんなこう何かいろいろな問題だったりこう闇を抱えている人たち で、ね、その終わり方もやっぱりなんて言うんでしょう、川瀬さんは陽一が亡くなった後にその記者会見をしますけれども、うん、あれもあの父親はその後どうやって生きていくのかなっていう、うん、あれは完全お金の目当てでしょうね、裁判してね、うん、でもそういう親たちと子供たちの関係はすごく密に描かれている一方で、なんて言うんでしょう、それ以外の大人たちっていうのはほぼ、まあ、出てこないですね、風俗店の、ね、店長とか、うんうんうん、それはわざとそうしていますよね、うん、あのお金がないからバジェットだからやっぱりそれあまり出しちゃうとね。で逆に実際に会っててもその人がいる地方行くといないですよ、人はあんまりね今ってね。なんでこんな一極集中みたいに東京に人が集まっちゃったのかなと思いますけどね。
だから大人たちもきっと悪い人たちじゃなくてかわいそうな人たちなんですよね、ここに出てくる人たちはね、みんなね。だからやっぱり川瀬さんにしてももともとはね、あの物流かなんかのね、はい、あの運転手やってて途中でリストラされちゃって、でリストラされて、お酒だギャンブルだってことになって、うん、そのうちお母さんが逃げちゃった、そしたら落ちるとこまで落ちて最後はデリヘル城のね、うん、運送の日雇いですよね、要はね、それで5000円ぐらい待ってるわけだから、でガソリン代も自分で払わなきゃいけないって言って、ほとんどもう何て言うかな、そういうほとんど悪循環に陥ってます。そしてもう子供にね八つ当たりしてるって話じゃないですか、で塩は両方行けない、給食代払えない、ガス代電気代払えないって言ったらね、ですね。あそこでじゃあまあその学校そのものじゃなくても何か学校の担任の先生を出すとか、こう、まあ、児童相談所ですね、そういう話もありましたね、見た、うん、でもそれはあえて学校っていう話はね、寺脇さんとお話して、やっぱり学校ですよ、予算かかるし日数もかかるんで、それやめようと、つまり寺脇さんの中ではそういう映画ってテレビっていっぱいありますね、学校でいじめられてるって、例えば消しゴム投げたとかいろいろあるじゃないですか、寺脇さんの横に出てってとか、そういうのいっぱいあるから、もうそれはいいんじゃないかっていうことがあったと思いますね。だからそれも俺も分かったんで、今回は家庭の話っていうか、その社会の話にしようと思って、例えば児童相談所の人が訪ねてくるなんていうのをちょっとワンシーン入れた方が良かったかもしれないけども、それはまあ結果論であって、まあそれはそれで大人たちに子どもたちをよろしくっていうふうに言ってるわけであるから、それはもう見た方がね、見た人たちが考えてくださいよと、解決策なんてこれないですからね。じゃあ大人がギャンブル依存だアルコール依存だって、僕もそういう面持ってるけども、病気ですからね、治んないんですよ。やっぱ治すためにはそういう叱るべき施設に行って、グループワークって、これで10人ぐらいでそういう人たちが集まって語り合ってっていうようなことが唯一救い治せるっていうふうに言われてる部分があるんですけども、でも果たしてそんなやったからってまたね、麻薬に手出しちゃったりってことってあるじゃないですか。そういうのってある種頭のどっかの病気らしいんで、それは多分ずっと治んないでしょうね。アルコール依存だってね、僕だってそういう部分もありますからね。実際に「ワルホロ」って映画を作った後に12年間じゃあ何やったんですかって言ったら、やっぱりねそういう時期はありましたよ、だって東映を中心に助監督ずっと20年やってて、ワルホロでね、で松田翔太と新垣結衣とか、潮田優とか出てるわけで、監督これヒットしますよって言われて、で実際蓋を開けてみたら興行成績良くなくて、それで公開する前はね、あんなチヤホヤしててプロデューサーたちがみんなこう背を向けてみたいなことがあると傷つきますよね、めちゃくちゃね。だから僕も相当やっぱり、このあと3年間ぐらい、ね、ちょっとスランプというかね、やっぱ家でずっとこもっちゃって、なんか朝まで酒飲んじゃって昼間寝ちゃってみたいなことがありましたね。まあそれではダメだと思ってバイトみたいなことを始めてっていうことがあったんで、だから僕がその川瀬さんがやったその、子供はうちいないんですけども、神様には随分迷惑かけたんだけど、そうなり得と、つまり子供がいたとしたら神さんがそれで嫌気させて逃げていっちゃったかもしれない、そしたら俺が子供と二人になった時にお前さえいなければってありますよね。ああいうシーンはなんかそう思いながら帰ってた部分もあったので、何かあの出てくる大人たちも最初はこう特に村上純さんなんか一番なんか悪の元凶のような風に見えるんですけど、見ていくと何ていうかこう誰が必ずしもこの人さえいなければどうにかなったのかとか、そういうことでもないというか、ないですね、みんながみんな苦しいという、そうそうそう、多分だから有森さんの家庭のことや自分が少女時代とかあったかもしれないんだけども、それは同じことがあったかもしれないし、まあ、その辺はね、あの本とかを読んで、14歳でね、性暴力を受けてしまったとか、あと少女のように泣き始めるとかっていうことは、そういう事案っていうのは結構そういう本があるんで、それを結構読みんで、ヒントにして入れさせてもらったっていうのはありますね。あとこの映画特徴的なのは回想シーンが一個もないんですね。そう、
あ、そうですね、うん、普通だったら彼女が制服着てて誰か男が性暴力をするなんていうのは、うん、多分あの大手の会社だったらそう言えてほしいって言うと思うんですよ。あと彼らが小学校の頃になんか一緒に遊んでる姿を入れてくれなかったら分かんないじゃないですか、監督なんて言われちゃうんですよ。そうするとやらざるを得ないから書きますとやりますよ。そしたら全然リアリティなくなっちゃうんですよ、そんな言えちゃうと。いや、そうだと思います、ね、だからこれはあえて、まあ、寺木さんもそこは俺も回想嫌いだよって言ってくれたんで、だから一切入れてませんね。だから唯一回想的なものって言えば、あの自分のどうしようもない姿を水飲んだ後にガラス面に、あの水鏡に映った時にね、お姉ちゃんの声がかかるじゃないですか、あそこだけですかね。そうですね、だからそういう意味で なんていうかこうきつい描写は多いですけど、うん、割とこうどん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 前に進んでいくというか、うん、何か回想を挟んでこうそういう音楽がかかったりするのは全くないですね。一回下がっちゃうからね、回想始まると。だから誰かおっしゃってましたけども、これは自分が参加しているような形で見ていけると、つまり自分が登場人物の一人になりきったように物語が進んでいくっていうことをおっしゃっていただいたんですけども、それは非常に嬉しいですね。だから僕も必ずしちゃずっと見てるんだけど、25回ぐらい多分見てると思うんだけども、もうこの前先行上映高崎に行ったんです、その時も1回見たんですけども、1回ごとにやっぱりこうなんか見るこう登場人物のこう思い入れが違う部分が出てきてね、なかなかそういった意味でも楽しんでもらえるって大変なんだけど、何回見てもこう新しい発見があって、みんなでそういうことを語ってほしいなっていうふうに作ったつもりなんですけどね。そういうふうに見ていただける方も結構いらして、もう2回見ましたとかっていう人もいたしね、嬉しかったですね。あと口コミでね、大親友が昨日見て絶対見ないよなんて言われてきたとかね、いう人もいたしね、そういうリピーターっていうかな、そういうこともきっと起きてきてほしいと。割とだから最近、最近というかくくってしまうというですけど、日本映画で なんていうんですか、割とこう、まあ、回想シーンもそうですけど、はい、感情をこうすごく言葉で全部説明してしまうような映画って時々、ね、多いなと思うんですけれども、なんかこの映画ってそういう意味でこう、ね、彼ら自身はもう真っ直ぐにぶつけてはきますけれども、うん、何かみんながこう感情を必ずしも説明しないからこそ、何か見るたびにそれぞれの立場で本当はどう考えてたのかとか、そこを想像したくなるっていうのは、そうですね、そうかもしれないですね、うん、それはだから、まあ、ある意味昔その戦後すぐに あった映画のようなね、社会派映画って結構あったと思うんですけども、今ってそういうのないので、うん、これはなんか師匠の沢井さんもおっしゃったんだけど、新しい社会映画かもしれない。そうですね、確かに、うん、結論出してませんし ね、 そうですね、ハッピーエンドじゃないしね、そういう映画って昔いっぱいあったのに、今ハッピーエンドにしたらダメだっていう風になっちゃってるから、だからそういうなんかね、セリフ方だったり、みんなこう最後は気持ちいいとかさ、うん、なんかご当地映画だったりしてたら、そういうのいっぱいあるじゃないですか。そういうのはやめようということで、まあ、初めて実際にそういうね、新しい味わいというかね、さ見た最後映画見た後にそういう気持ちになってもらって、みんなで語り合ってもらう、でそれまた育てていただくっていう感じの映画だと思うので、それは本当に楽しみですね。はい、じゃあ最後にちょっとタイトル の少し先ほどもちょっとお話出ましたけど、はい、最後にちょっとタイトルの意味をもう一度お伺いしたいんですけど、ちょっと不思議なタイトルといえば子供たちをよろしくっていうタイトルで、うん、これはどういう意味合いというか、うん、まあ、これはだからみんなに考えていただければいいと思うんだけど、それもよく質問にあるんですけども、どういう意味ですかねって。だからそれはだからメッセージとしては、大人の皆さんに子供たちのことを、考えていただけるきっかけになれば、うん、と思います。だから最後にももう一回タイトル出しましたし、わざとね、こう手書き文のタイトルにしたっていうのはそういう意図があるんですけども、だからそういう今実際にね、全体の自殺の数は減ってるんだけども、10代から15歳ぐらいの自殺の数って全然増えてるんですね、少しずつね。
で人口がこんなに少なくて子どもの比率もこんなに少ないのになんでそうなっちゃってるのっていうことがあると思うんですよね。だからそこはやっぱり今回それを真正面に直球で投げかけてみたんだけども、そのだから投げかけた意味は、みんなで考えましょうよっていう、学校の責任でもないし親の責任でもないし周りの人の責任でもないし、だけどどっかがやっぱりちゃんと考えて、いかないと、子どもたちこれからどん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 苦しくなるよっていうことだと思うんですね。だから子どもの置かれている環境っていうのは本当に今悪いと思いますよね。あの親がやっぱり非正規雇用だったりね、あと片親だったりそういう子どもたちがいっぱいいて、その子どもたちじゃあ どうやったら健全に教育を受けて良き大人になっていくのかということを真剣に考えないとどん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 ひどい状況に今なっているような気がするので、そこをみんなこの映画を見て考えるなんて口ば大行ばって言えないけども、やっぱり、そういうきっかけに、ね、なればいいなと思って、逆に見てくれた方々はそういうふうにおっしゃってる方もいらっしゃるので、ぜひこの映画ですね見ていただいて皆さん考えていきましょうっていう投げかけっていうことですかね。はい、わかりました。ありがとうございました。はい、今日たっぷり映画についてお話しいただきました。はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。それでは活弁シネマクラブ、今回の番組を楽しんでいただけた方はぜひハッシュタグ活弁シネマクラブ、ハッシュタグ活弁で投稿をお願いいたします。活弁シネマクラブのツイッターアカウントもありますのでぜひフォローしてください。楽しんでいただけましたらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。では、子どもたちをよろしくの反田監督、本日ありがとうございました。ありがとうございました。